レーモン四世はトゥールーズ博、プロヴァンス辺境博で第一回十字軍の主要な指導者の一人、エルサレム占領後トリポリ博領の基盤を創設した。十代でサンジル博を継承したため、レーモンド・サンジルとも赤眼だったと言われている。レーモンはトゥールーズ博ギオーム四世の弟であったが、ギオーム四世が娘を後継者に指名して亡くなった時、散脱して、 トゥールーズ博となった。このため、しばしば白意を主張する、アキテーヌ公の攻撃を受けた。三度結婚しているが、最初の二回は、近親婚として、無効とされており、それを理由に二度波紋を受けている。このため、最初の妻との子であるチョシベルトランは、諸子とみなされることが多い。十字軍以前にも、スペインでイスラム教徒と戦っており、 1> 第1回十字軍の勧誘においても諸公の中で真っ先に参加を誓ったと言われる。年齢的にも最年長であり南仏諸公のリーダーとみなされた。コンスタンティノープルでは東ローマ皇帝に真珠を誓わず、むしろ友人としてボエモンに対する同盟を組んだと言われる。1997年のアンティオキア後位戦では、 ハイカのペトルスバルトロメオという人物が生、槍を発見したとして、大いに十字軍の指揮を挙げている。アンティオキア攻略後、市内に兵を駐留させていたが、アンティオキア領有を主張するボエモンに追い出されてしまう。同じ南仏出身であった、強硬施設アデマールが、アンティオキア陥落直後に死んだ後は、ボエモンとの対立を仲裁をする者も,もなくなり、ますます確執が深まる。 レーモンは、ボエモンの領土拡張を妨げるために、独自の領土として、トリポリの所有を望んだが、兵たちは、エルサレム進撃を望んだため、一時中断し、ゴドフロワらと共に、エルサレムを攻略した。当初、彼がエルサレム王に衰退されたが、キリストが張り付けになった地で王と呼ばれたくないとして、これを断った。このためゴドフロワが王に選ばれたが、ゴドフロワも、 また王と呼ばれることを嫌い、聖破か守護者と称した。その後、アスカロンの戦いに加わったが、アスカロン占領をめぐって、ゴドフロアと争ったため、これを攻略することができなかった。このため、十字軍と決別して、コンスタンティノープルに滞在した。ここで1101年の十字軍と合流したが、アナトリアで敗れている。再びコンスタンティノープルに戻り、皇帝アレクシウス一世。 コムネノスの援助を受けて、トリポリ攻略を目指したが、その途中で病死した。おいであるギオームジュール団が包囲を続けたが、その後ベルトランが取って代わり、1109年にトリポリを陥落させて、トリポリ白国を創設している。配下であったレーモンダジールが、第1回十字軍の記録をレーモンの観点から記述している。最初に、フォルカルキエ白、 プロバンスハク・ベルトライン一世の娘と結婚した。二度目に、シチリアハクルジェーロ一世の娘マティルデと結婚した。三度目に、カスティラーラ王・アルフォンソ六世の諸子エルビラと結婚した。シオの七尾、十字軍物語第一巻、神がそれを望んでおられる、慎長文庫。ありがとうございます。